行こうと思ったら赤子の鳴き声が聞こえてきて、恋のする方に行ってみると桃の木の根元の茂みに隠すようにあの子がおった。懐かしいです。そうやの、綺麗な着物が飾ってあって、その傍らには刀まで置いてあったの。そうですね、武士の子か公家の子か何かの事情で置き去りにされたんじゃろうかと二人で話をしましたね。何かの事情なら迎えが来るまではとしばらく預かることにしたがの。しばらくが15年以上ですか。誰も迎えに来ませんね。ぼちぼちこっちの方から両親のことを探した方がいいのかの。それを考えると寂しいです。そうやの、それも寂しいの。まあもうしばらくはこのままにしようか。それがいい、それがいいですよ。おじいさん、おじいさんと二人なんて嫌だわ。こっちもや。ごめん、どちら様でしょうか。それがし、国府の武士で柿田と申すのでございます。武士ですか。失礼ながらとてもお侍さんには見えませんが。いや、これは失礼いたした。正確に言いますと元武士で、15年にも及ぶ長い放浪生活の末にこのように多少薄汚れてしもうたのだ。誤解させてしもうたな、すまんかった。それはどうも失礼いたしました。いやばあさん、はい、あれよ、はい、あれ、あれとは何ですか。これをどうぞ。我が家自慢のきび団子です。きび団子、はい、こんなものしかございませんけれども、どうぞ。美味しいですよ。おー、これありがたい。はい、どうぞ。あ、違うの。あ、それがし、このような格好をしておるが別に物乞いではないのだ。違いましたか。てっきりお腹をすかして何か食べ物が欲しいのかと。てっきり武士のふりした物乞いかと。そうではない。ただな、お二人に聞きたいことがあったの。聞きたいことでございますか。おう、村の者たちに聞いたのだが、この家のすぐ近くに大きな桃の木があると聞いてな。それでも桃の木、はい、ございますよ。ですが、そうですな、あの時期は、ね、三月もすれば実がなるんですけどな。その時お越しください。その時は桃をたーっとごちそうしますから。いや、そうではない。別に桃の実をたかりに来たわけではないのだ。あれ、違いましたか。ああ、てっきりお腹をすかして何か食べ物が欲しいのかと。てっきり武士のふりした物乞いかと。そうではないのだ。ただ聞きたいことがあるだけだ。何か聞きたいことでございますか。はい、あ、先ほども言ったと思うが、この家の近くに大きな桃の木がある。桃の木、はいはい、ございます。聞いた聞いた。ですがね、あと見つきをしないと実はなりませんな。それは、その時お越しください。その時はたーっと食べちゃう。ごちそう。だから別に桃の実が欲しいわけではないよ。違いましたか。てっきりお腹をすかして何か食べ物が欲しいのかと。てっきり星のふりした物乞いだとね。なんじゃこのじじいとババアボケておるのか。じじい、ババア、聞こえておりますぞ。ボケてなんぞおりません。見くびるな。はい、お、あ、これはその失礼した、申し訳ない。謝る態度がなっておらんわ。申し訳なかった、許してくれ。この通りだ、申し訳ない。まあいいかな。おじい、おばあ、ただいま。お、帰ってきたか。そうな、大根が陽気売れたんだ。早かったね。翔平さんが陽気買うてくれたんじゃ。それにの、米も分けてもらったぞ。久しぶりの米やな。今炊いてやるから待っておるよ。これ、もう手を洗って
あいつ。どうも。彼は、ね、旅の物乞いさん。だから違うって言ってるでしょうが。そうですよ。そうそう違いますよ、おじいさん。違う。あの方は元武士の物乞いさんですよ。要するに物乞いか。待って待って待って。君だこ。だから違うって言ってるだろう、じじいババ。いい加減に人の話を聞いてくれ。なんだお前。ただの物乞いかと思って優しくしてやれば強盗お得族であったか。いやいや決してそのような怪しいものではないよ。だから今さっきおじいとおばあのことを口汚く罵ったではないか。罵った罵った。それがしはただ話を聞いてほしいだけなんだ。何なんだこいつら。話そうか話か。うん言ってみろ。どんな悩みだ。は悩み、うん、いや悩みとかそういうことではない。当ててやろう。悩みがあるそうだ。悩みがあの格好みたいな。しかも最終職だ。仕事を探しているんだろ。この姿を見れば一目瞭然だ。正解か。なるほどな。ボロボロやしな。正解だおじ。正解だった。おじにいじきびだんごだ。いじきびだんごだおじ。ほらお前ら、はい、いい加減に真面目に話聞いてくれるか。あの先ほどは年甲斐もなく下校いたして申し訳なかった。改めて自己紹介まで。それがしかつて国府に仕えておった元武士で柿田と申します。率直にお聞きする。昔置き去りにされた赤子を探しておるのだ。置いてきた者の話では、大きな桃の木の根元の茂みに置いてきた。大きな桃の木、ああ確かにうちの裏にあるな。やはりそうか。だがそのような赤子の話というのは聞いたことがない。そうか、うん、また空振りか。また。ああそれがしはな、その置き去りにされた赤子を探して15年もの間放浪し、各地の桃の木を巡っておるのだ。義明様は今一体どうしておられるのか。義明様、探している人物は随分高貴な生まれのようだな。あ、よかったら話を聞こうか。聞いてくれるのか。あ、こんなボロボロのうさんくさい私の話を真面目に聞いてくれるのか。聞くの涙、語るの涙の物語を。話せ、話せ。今度の始まりは15年前、全国中桃井光孝様がお亡くなりになったことに始まるの。桃井光孝、聞いたことあるか。桃井そうか。民思いの優しいお方。その頃優しくも厳しい、まるで太陽のような方であった。身分の低かったそれがしを侍の任務に取り立ててくださったのもその光孝様だった。それは惜しいと思いましたな。それで、桃井光孝が死んでからどうだった。ああ、光孝君はな、ご正室、お松の方との間に男子がお一人、ご側室、お梅の方との間に男子がお一人、計二人の男子がおられた。そのうち、ご正室、お松の方と、この光秀様を支持するグループが、ご側室、お梅の方、その後、義明様の命を狙い、暗殺を企てた。幸い、義明様をお救いすることはできたが、大梅様は死んだのか。義明様をお構いしてた。おいたらしい、大梅様。それで、どうして大梅様が死んだのか。ああ、逃げる割に皆、ちりぢりになってしまうべだ。義明様を連れて逃げた乳母殿が、義明様と守り神、それに義明様が成人の儀式で着るはずであった陣羽織、これをとある村の大きな桃の木、その根元の茂みに置いてきたと、最後の力を振り絞ってそれを教えてくれた。残念ながら力になれそうにもないが、見つかるといいな。ありがとう、青年。こんな私の話を聞いてくれて、ああ、すまない、汚れてしまうかな。ああ、すごいな、これ。桃。桃。はい。これを。とうとう、この
日が来てしもうたか。おば、これ何これ。間違いない、桃井の家紋、守り方の一心羽織。お二人、これをどこで手に入れた。裏の桃の木の根元でこの子と一緒に。俺手が俺あなたが。待て、あなたが吉野様か。おじい、今のその話本当の話か。本当の話だよ。桃の木の根元で見つけたから桃太郎なんだ。見つけた。俺の名前の由来そんなシンプルな感じじゃない。そうだよ。そうか。正直ね、子供の頃ちょっと恨んだよ。だってさ、桃太郎だぜ。桃の木の根元で育ったから桃太郎って。俺がもしキャベツ畑で育てられたら俺キャベツ太郎になってたんだよ。キャベツ太郎だよ。言いにくい。言いにくい、そういう問題じゃないよ、おば。もっとなんかあんちゃん、なんか桃太郎。15年もの間を探しておりました。あなたの家臣、滝田でございます。やめろ。俺は吉明などではない、桃太郎だ。ですが、先ほど桃太郎という名を嫌がっておったのでよ。それはそれ、これはこれ。桃太郎という名は、おじいとおばあがつけてくれた大切な名前だ。これからは大事にするな。さようでございます。桃太郎さん、しわしわねえんだ。では、桃太郎様。なんだ。桃太郎様にお願いでございます。どうぞ、この国をお救いくださいませ。国を救うって、何言ってんだあんた。あなたのお父上、桃井光永様がお亡くなりになられ、その後あなたの兄光秀様が継いでからというもの、この国の民の暮らしは苦しくなっていく一方、このままでは国が持ちません。桃太郎様にはぜひ光秀様に対抗するための旗印になっていただきたいのです。そんなことのために探していたのか。侍の戦の道具にするためだけに俺のことを何十年も。そうではございません。それがしはただ赤子であったあなたの無事が知りたかった、ただそれだけでございます。それにあなたの兄上光秀様が突如暴君となられたのはこの2年余りのこと。それまではお父上に劣らぬ名君との評判でございました。ところが今ではむやみに民に重税を課し、それに意見を申し立てた民を切り捨てる始末。民は救いたい。おじいもおばあも俺もみんな民だからな。だが俺は政の道具ではない。それにより良き方へと諭すのも周りの者たちの役目ではないのか。おっしゃる通りでございます。ですが光秀様はその意見を申し立てた家臣を切り捨てる始末。もはやあのお方に意見を申し立てる者など残ってはおりますまい。それにもう一つ民を苦しめる重大な問題が。まだ何かあるのか。はい、鬼が出るようになりました。鬼。はい、うん、村を襲っては金目のものや食料を奪っていくそうです。村を襲う、許せんな。まことにその通りで。あ、その鬼というのは化け物か何かか。あ、分かりません。それがしも話を聞いただけで見たわけではございませんので。そうか、よし、そっちは解決しよう。まことですか。当たり前だ。おじいやおばあやこの村のみんな、そんな民たちを傷つける奴らを放っておくわけにはいかないだろう。もうもう、何もお前が行くことはないではないか。そんなことはお侍さんに任しておけばええんだよ。そうじゃ、そんな危ないこと。大丈夫、ちょっと懲らしめに行くだけだ。それにな、鬼とはどんな奴らか気にならないか。まあ、なすごく見てみたい気がするぞ。というわけで、おじい、おばあ、鬼退治に行ってくれ。分かった。それでは早速兵を集めましょう。どういう意味だ。兵を率いて鬼退治を果たしてくだされ。皆が我がの実力と実力を認めれば、光秀様に意見できぬ者たちも皆和歌の旗のもとに集いましょう。祭り事の道具にはならん。お前らは必要ない。鬼は強うございます。一人で行かれて恩民に何かございましたら。安心しろ、俺も強い。鬼どもなんかには負けやせん。随分自信がおありですな。よろしい、それではそれを証明するためにそれがしと戦っていただこうか。もし
それがしに簡単に負けるようでは鬼たちとの戦も危ういものとなるでしょう。それがしが勝ちましたら兵を連れて鬼退治へ向かってくだされ。よろしいですな。面白い。じゃあ俺が勝ったら好きにさせてもらうぞ。よろしい。ではもうどうする。歩く力比べから。この貸した15年放浪しててもまだまだ衰えておりませんぞ。もう臭いなお前この野郎。畑仕事お前なめんな。やりますな。ですがまだまだ。渋柿だったな。俺の勝ちだ。お前忘れていかん。モモ、本当に行くのかい。母さんや、モモはな、人のためになろうとしとるんじゃ。見守ってやろうじゃないか。わかりました。モモ、これを持っておいき。おばあ、これはきびだんごじゃ。腹が減ったお食べなさい。ありがとう。では行ってまいります。あおばあお待ちください。刀を忘れております。あさあ桃井の家伝の刀、あなたのものです。さあお下げください。桃井の男子が成人の儀式に着る陣羽織。さあ刀を。どうだ、どうだ。立派だろう。お似合いじゃ。おお、すごいすごい。お父上三永様にそっくりじゃな。では行ってまいります。行くのかい。さあさあ参りましょうぞ。何をしておる。何ですか。お前は連れていかんぞ。それはしはついていきますよ。弱いやつは足手まといだ。ついてくる。絶対についていきますよ。ついてくるな。絶対についていきます。すごいぞ。お待ちください。それがしは行きます。うるさい。てしまいましたね。そうや。さあ、行ってしもうたの。大丈夫でしょうか、モモは。まあ、大丈夫じゃろ。そうですね。聞いとるし、モモも強いし。そう、モモは強い。ごめん。おや、またお侍さんですか。またとはどういうことだ。はい、先ほども桃を訪ねてお侍様がお見えになりました。桃、桃とは一体何者だい。我らが育てた大切な息子です。我らが育てた。そうなんですよ。聞いてくださいよ。桃の木で拾った赤子が実はさっきの国主様のお子様だったとか。ねえおじいさん、びっくりですよ。ねえ、またいいですね。やっぱり柿田のやつをつけてきて正解だったね。いやーさすがだね。よで、吉明はどこに。吉明ではございません。桃太郎です。桃太郎。もうなんと間の抜けた名前じゃないか。まあ失礼だ。あの子は桃太郎という名前を気に入ってくれてます。そう笑わなくて。うん、吉明改め桃太郎どこに。どこじゃ。桃太郎はどこにおる。鬼退治に行くと申されて柿田様と一緒に旅立たれました。鬼退治。あれをどうします。そうだね、どうするかね。あなた様方はどちら様。何をしにこちらへ。ガタ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 うるさいね。あんたらみたいな下船の者にいちいち説明する気ではないんだよ。そうだ、黙ってろ。うちのママに何のご用です。何をしに。黙ってたら一人おったのかい。行こう。えい。もう何で来ちまったんだ。えだってあれはキレって
綺麗だなんて言ってないじゃないか。うるさいから黙らせろっつったんだよ。そうなの？でも切っちまったよ。もう切っちまったものは仕方ねえ。まったくしょうがないね。生かしておけば人質ぐらいにはなったろうの。まあしょうがない、先を急ぐよ。えっ？